こんにちは、北原貴彦と申します。この度、YouTube チャンネルを開設いたしました。イエーイ。少しだけですね、自己紹介をさせていただきたいんですけど、僕自身ですね、今まで美容師をやりながら初任給8万円っていう世界、修行時代13万円とかですね、お給料いただきながら美容師を頑張ってやっていた時代がありました。そこから副業を始めて、アフィリエイトっていうものを通してマーケティングを勉強させていただいて、そのマーケティングを勉強したスキルで2015年の5月にですね、美容室を1店舗目作って、4年で100店舗まで出店することができて、今現在は163店舗の規模になりました。で、ちょっと面白い美容室なんですけど、離職率がですね 3% 以下っていう美容室なんです。スタッフの雇用環境もちょっとだけ特徴があって、フレックスで働きたい時にだけ出勤する、自分のお客さんがいなくなったら帰宅できる、週休3日まで自由に取っていいよっていう面白い職場を作りました。そのおかげで社員が入ってきてくれて、のびのびと働いてもらって、結果として人が人を呼んで全都道府県に出店することができて、今現在163店舗っていう規模になってます。ただ僕自身ですね、そこまで来るのにたくさんの美容師さんとお話しして、こう教育をしようとして辞めさせてしまった時期があったりだとか、僕自身ですね、昔住んでいたところが家賃3万円のところだったんですよね。その時にその家賃3万円すらも払えない月があって、親に泣きついてしまったりとか、どうしても美容の世界ってトレーニングにもものすごくお金がかかるんですよね。髪の毛が生えたマネキンみたいなものを、まあ、ウィッグって言うんですけど、それをカットしてトレーニングをしていくんですけど、ウィッグが1回3000円から5000円するんですよね。そうすると自分の給料がトレーニングのたんびにどんどん使っていってしまうので、やっぱりこう家賃のいくらとかもちろん計算しながらやっていくんですけど、それが本当に毎月ギリギリになってしまって、最終的に僕はここで勤務させてもらって5年ぐらいでクレジットカードが3枚リボ払いでマックス限度額に行っちゃったりとかで、毎月今度リボを返済するのが大変で、それで家賃が払えなくなっちゃったりとか、そんなことがありました。他にも社員との向き合い方ですよね。当時情熱型の経営でね、人と向き合っていけばなんとかやっていけれるって思ってたんですよ。でも自分はやれたんですけど、僕自身がその暑さで店長になった時、初めて任せていただいた時に、店長になった初めての年で3人ほどね、1年で辞めてったんですよ。その理由が北原店長についてきれない暑すぎるっていうような理由だったんですよね。そういうことを経験して、あ、暑いだけじゃダメなんだって、経営ロジックがしっかりあって、その人に合わせた向き合い方が必要なんだってことをね、すごく噛み締めて、自分のこう力のなさっていうのがね、すごく気持ちよかったです。そこからマーケティングとか人との向き合い方一つ勉強して、相手の熱量に合わせた向き合い方、そういう部分、原理原則、人はなぜその場所にいてくれてるのか、いろんなことを経てなぜ僕の目の前に現れてくれているのか、その子にいきなりちょっと千本ノックやろうよっていうのが正解なのか、それともまずバントでいいからバッターボックスに立って構えてみるところから始めようかって言ってあげれるのが正解なのか、いろんなやり方があると思うんですよね。ただ大事なのが、自分自身がちゃんと成長できて、相手にとっても何かしらの価値提供がね、できれば、人が自分の周りに人が人でね、溢れていく、そうするとチャンスだらけになるっていうことを経験して、結果として今があるかなと思っています。このチャンネルをどういう方に見ていただきたいかと言いますと、経営者さんはもちろんですね、これから事業を作りたい、やっていきたい、現在何かしらの事業に携わっているっていう方はもちろんですね、規模を取りたい、スケールさせたい、成長スピードを早めたい、社員の離職を防ぎたいなどなど、新規事業に参入する時の考え方とかもお話しできると思います。他にもスタートアップの方ですね、これからどうやったら一人目のお客さんが見つけられるのか、どうしたら自分でも事業をゆっくりでもいいから伸ばすことができるのか、僕自身一番最初は副業からスタートして、ブログ、当時アメーバブログとかだったりとか FC2 ブログ、そこから1記事更新するところから起業を始めてるんです。まあ副業ですけどね、初めての収入は忘れもしません、150円が入りました。そこから今はグループとして40億の企業を運営させていただいてるんですけど、それでもスタートは1ブログで稼いだ150円からなんですよね。
ね。そのところから毎日行動して勉強してアウトプットして授業を作るトライトライトライを積み上げてきて今の規模になって、どんな授業もやり方って原理原則って一緒なんだって学んだんですよね。だから確かにその人の持つ、皆さんのスタートの段階で持っているリソースだったりとかスキルだったりとか人脈だったりとかで戦い方って変わるかもしれないんですけど、事業って原理原則って全部一緒だなって思ったんですよね。なので僕自身今いろんな事業にアドバイスをさせていただいてますし、自社でやっている事業も美容室経営の他にもコミュニティ運営だったりとかシェアオフィスを作らさせてもらったりだとか、通販もねある程度大きな規模になったりだとか、いろんなことをやらせてもらってます。いろんな方にありがたいことにアドバイスを求めていただいているので、そのねアドバイスを YouTube でも発信していきたいなと思っていますので、経営関連ですね、事業関連、副業もそうですし、スタートアップの方もそうです。軌道を取りたいんだ、これから思いっきり成長したいんだっていう方にぜひぜひ見ていただきたいかなと思いますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。